お疲れ様です。暗号通貨ニュースの久保でございます。今回日経新聞からね、えー、かなり明るい話題が出てまいりました。新興企業仮想通貨で資金調達可能にベンチャーキャピタル投資呼びやすくということなんですけども、これいわゆるね、ICO っていう風に昔言われていた、そんなムーブメントがあるんですけども、これを補強してですね、まあ、真っ当な ICO、資金調達手法にしようということでしょうね。記事はこういう風に書いてます。 政府は、スタートアップ企業の資金調達に関する規制を緩和する。スタートアップが投資ファンドから出資を受ける際に、株式などの代わりに暗号資産、仮想通貨を渡せるようにすると。デジタル資産の取り扱いで日本は国際的に遅れてしまいました。国内スタートアップの、スタートアップですね。スタートアップの資金調達手段を多様化するということです。まあこれは、だから単純に、 え、資金調達の手段をですね、死亡債とか、それから株式ではなくって、あの、仮想通貨ね、この、いわゆるね、トークンですか、こちらを作って、で、収支者の方にお渡しして、事業がうまくいった際は、そのトークンをですね、暗号通貨、つまり市場で現金に可能な、そういったね、形にして、投資を呼び込みたいってことですよね。もちろん、 私たちトークンがプロジェクトの失敗によって紙くずになることも多いに考えられますので、まあこれにはね、強い信用力が必要になるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうかね。